まず紹介するのがムシロック、カメムシが嫌がるゲルです。使用前に蓋を付け替えてください。この穴から匂いが少しずつ蒸散します。この商品はゲル状なのでこぼれにくく、効果が約2ヶ月持続します。付属している S 字フックを使って吊るしてください。平らな場所に置いておくだけでも大丈夫です。次に紹介するのはカメムシイヤユです。この袋を吊るすだけの簡単な作業です。1メートル間隔を目安に吊るしてください。効果は約2ヶ月持続します。出入り口に設置しておいても効果的です。カメムシが好む日当たりのいい壁にも吊り下げてください。次に紹介するのはカメムシイヤユ忌避テープです。このテープにカメムシが嫌がる成分が含まれています。洗濯物をテープで囲ってください。テープに粘着性はないのでしっかり結んでください。効果は約1ヶ月持続します。次に紹介するのはアースカメムシコロリです。この商品は殺虫成分を含んでいないので洗濯物や布団などにかけることができます。凍結効果でカメムシを速攻駆除します。次に紹介するのはカメムシコロパーです。この商品はプロの害虫駆除業者が使う業務用スプレーとなっております。サッシ周りなどにスプレーしておくことによってカメムシの侵入を防ぐことができます。高い持続力でカメムシの侵入を防ぎます。次に紹介するのはカメムシ忌避防虫スプレーです。強力噴射タイプなので出入り口にたっぷり噴射しておいてください。最後に紹介するのはカメムシ用緊張る乳剤です。使用の際はマスクと手袋は必ず着用してください。この殺虫剤は10倍から20倍に水で希釈して使います。
広範囲のカメムシを駆除するのに適した殺虫剤です。噴霧器などを使って散布します。草むらなどカメムシの生息場所にまんべんなく噴霧してください。カメムシが好む日当たりのいい壁にも噴霧しておいてください。殺虫剤を噴霧しておくことによってカメムシが止まりにくくなります。サッシ周りに噴霧しておき、カメムシの侵入を防ぐこともできます。侵入経路になりそうな場所は重点的に噴霧しておいてください。このチャンネルでは女性でも手軽にできる害虫駆除方法を紹介しています。動画についてはほぼ毎日配信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。